トヨタ画像レーシングラリーチャレンジはトヨタ自動車が主催する入門者向けラリーシリーズ。俗称としてラリチャレと略される場合もある。サービスパークの様子2001年に誕生したトヨタテクノクラフトによる TRD ビッツチャレンジを源流に持つ。当初はビッツのみのラリーであったが2012年にはビッツ以外の車両も参戦できる TRD ラリーチャレンジに発展。 2016年にはトヨタ画像レーシングの公認と支援を受けて現在の名称となった。略して TGR ラリーチャレンジとも呼ばれる。なおトヨタカスタマイジングディベロップメントは2018年から中級者向けに TRD ラリーカップを開催しているが、こちらは全国の JMRC の支援を受けており、ラリーチャレンジとは区別される。国内では 自動車メーカーが主催する唯一のラリーシリーズである。全日本ラリー選手権に次ぐ規模を誇り、2018年開幕戦の八ヶ岳地野では、過去最多となる100台以上のエントリー申請と90台の出走を記録した。また、観客数2万3000人は、日本一早い男決定戦の全日本スーパーフォーミュラ選手権と比べても遜色のない数字であった。 ラリー大会のみならず、入門者に向けて、ラリーのレッスン、講習会も開催しており、ラリーの基礎を一から学ぶことができる。以下は2020年時点の内容である。ドライバー、コドライバーともに、普通自動車以上の運転免許と、JAF 国内 B 級ライセンスを必要とする。参加上限は75から90台。参加費は、学生は割引があるほか、一部大会では、 遠方からの参加の場合、キャッシュバックもある。WRC や全日本ラリー選手権と同じ SS ラリーでリエゾン区間も設置される。SS ワゴから8本程度でコース構成は林道、ミニサーキットジムカーナコースダートトライアルコースなど行動が少ないのが特徴である。また気軽に参戦できる、よう日曜日のみのワンデー開催を掲げているため、列機は 早朝に行われる。2018年から2019年には、東西の2つのシリーズと、北海道、九州のジョイントカップという構成で開催されていた。2020年からは、東西シリーズが統合されている。トヨタイム R、S データは2020年現在のものである。技術的な規則は JAF 国内競技車両規則第2編に準じているが、ごく一部の例外を除いて純正。 または t r d 製の部品しか使用できない。なお ATCVT 車やグレーンスポーツ、ワンメイクレース業者もラリー装備を装着すれば参戦、可能である。タイヤはダンロップのダーザ、または横浜のアドボンブランドの市販ラリー用タイヤが指定されている。C= イコールチャレンジ、E= イコールエキスパートを指す。ジョイントカップは E-3、E-4 クラスのみとなる。 また全日本以上の格の競技で一定以上の成績を収めた者は C-2、C-3、E-1、E-2、e、クラスには参加できない。相川翔のビッツモリゾの86過去参戦していたドライバーも含むありがとうございます。